皆さんこんこにちはアイザービーの中村と申します、えっと、今あの、柳澤さん、中川先生がお話がありましたように、今日は医療者、患者が一緒にがん医療を考えていくという趣旨の会だということでございますけれども、私の方はえっは、と、その、まあ、バックボーンといたしまして、これまで我々がどのようにがんと向き合ってきて、がんと戦ってきたのかというような歴史について、主にお話をしていきたいと思います。 えー、ワーオンキャンサーと書いてありますけれども、まあ、これからを知るためには今を知らないといけませんし今を知るためには過去を知らないとこの先ということがわからないわけであります。じゃあ過去いいいつ頃かから我々がんとととう病と戦ってきたのかと一番古い、えー 記録はですす。ね、紀元前3 2500年と言われています古代エジプト、イム・ホテプという、この人は政治家でもあり、医師でもありという非常に多彩な方だったみたいなんですけれども、パピルスに残しているのは、乳房に隆起する塊のある症例を診察したと。で、その塊がすでに患者の乳房全体に広がっており、これは隆,隆起するしこりの病である。る乳房の隆起するしこりは次第に広がる。 大きな肩が、硬い種類が乳幌に存在することを意味する、お、ま、そ、あ、らく乳がんであろうという将来だと思いますが、えー、書かれているのが治療法はないという記載が、えー、あります。ほ、え、か、ー、の、えーま、過去のがん、えー、の記録と見てみますと、えー、どうしてもですね、ほ、えー、の臓器というのは年月とともにな、えー、くなってしまうんですけれども、骨はあのミイラーとして残るわけなんですね。そうしますと、えー 古代エジプト、ペルーなど,などのミイラあるいは化石の中に骨肉腫が認められているということがわかっています。この先生はミネソタ大学のアデルハイド先生という先生なんですけれども、古代の人類の骨肉腫を調べている。 ことでで有名になっっててしまってですねドクターマミー、ミイラ博士、ミイラ先生という名前を付けられてしまった先生であります。ということで、古代何千年も前からわれわれはがんという病気と戦ってきたということであります。えー、より詳しく見てみますとあの、まあ 記載に残っているのは紀元前440年ペルシアの王妃アトスサが乳がんを摘出、まあ、これは的医学的に摘出だというよりはその塊が嫌であの奴隷に切り裂かせたというような、えー、ことらしいです、えー、あるいは紀元前400年頃ヒポクラテスがすべ、えー、ての病気は4つの体液のバランス、えー、ごめんなさいね体液のバランスによるというふうに提唱しその4つのバラ体液というのが血液黒胆汁黄,黄色の胆汁粘液 これのバランスによってまいろんな病気が起こってくるとがんもその一つであるとでヒポクラテスが言っているのは見えないところにあるがんは治療しない方がいい治療すると死期が早まり何もしない方がより長く生きることができるからということを述べていますあの非常に資産に富んでるあの言葉かなと思いますまたこのヒポクラテスから約200年後この弟子には当たるんですガレノスという先生ががんは黒単獣が 体内でで過剰にになったた状態であるというふうふ定義をしましま黒胆汁ががんの原因であるというふうに彼は言ったわけです。えー、時代が、えー、降りてきまして、えー、紀元1300年、えー、ジョン・オブ・アンダーソンという先生は惑わされるな、手術してはならない、手術すると患者さんにとってかえってよくないことが起こる。1600年、イタリアの、えー、パッティ・パーリアという やっぱりどあの外科の先生ですけども、がんが石灰によって治った例に遭遇したことはなく、そのような例に遭遇したことのある者とて、ただの一人も知らない、手術してはいけないよということを、この紀元前からずっと言い続けたわけですね、しかし、1793年、イギリスの病理学者であります、マッシュルベイリーという先生が、いろんな患者さんの解剖をしましたところ、いかなるがんにも黒胆汁や胆汁の同感がないことを確認した。 ここから約2000年の時を経ていやがんというのは単純じゃないよということが科学的に証明されたわけですつまり古代においてあるいは1800年代1700年代至るまでがんというのはただただ僕らは怖がるしかなくそれに対して手術したらかえってよくないよということが言われた時代でございましたしかしその後我々はがんに対する戦いを始めるわけです がん、えー、の治療ということは手術放射線抗がん剤というのがございまして、えー、順に紹介していきたいと思いますけれども、えー、手術に関しましては1 9 6 0年頃先ほどのマッシュベイリーちょっと前なんですけれども腫瘍に可動性があれば切除できるとジョン・ハンターこれはやっぱりイギリスのの外科医の先生なんですが、えー、提唱しましまた、えー、これも非常に示唆に富んでまして可動性があればということはつまり、えー、早期であれば手術して するる価値があるんじゃないかと今でいうステージングステージ病気分類ということを、えーまあ、この言葉のうちにあの示しているのではないかなと思いますがんは切るべきか切らないべきか治るのか治らないかいまだにそういう議論がございますけれどもちゃんと病気を分けて考えていくということがもうこの時代に言われているわけですそしてこちらの絵にもあります本邦で1804年花岡清春が通船産というのを用いまして全身麻酔に成功し、えー、実際に乳がんの手術とかもされていらっしゃいます そこから40年おりましてアメリカでシドニー・ファーバーがマサチューセッツ総合病院でエーテルを用いた精神麻酔を実演していますあの階段教室にいたところで実際にいろんなドクターとか医学生が見る中で精神麻酔を実演し、まあ、その後、まあ、手術に対して一番あの大きな障害だった層の感染ですね傷の感染に対しても石炭酸を用いて消毒という概念が出てきたりとか いいうことがございまして1890年代になりますと、えー、ビルロートという、われわれ、私は外科医出身なんですけれども、外科医がもう名前を知らない者はいないというぐらい有名な先生が胃がんの手術を開始し、でその後、1890年代、今から120年ぐらい前、ハルステッドという、これもやはりあの外科を志すの、心積もある乳がん治療に関わる者が必ず知っている名前ですけども、えー、再発を予防するために拡大乳房切除を施行しました。手術と、えー 麻酔ができるようになった、消毒ができるようになった、そうするとがんを治せるんじゃないかということで、どん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 大きく手術をするようになってきました、最初は乳房を取るだけだったのが、脇のリンパ節を取り、首のリンパ節を取り、それでも患者さんが再発してくると、今度は肋骨も取り、どん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 取っていけば治るんじゃないかというような時代があったわけです。しかし、1981年、拡大手術は終焉を迎えます。 それまで患者さんのため、患者さんのためってどん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 ん手術を大きくしてたのが臨床試験ということをやりましてたくさん大きな手術をした方と乳房だけ取った方とその後の生存率を比較してみますとここにあるグラフが横軸が年数縦軸が再発率あるいは死亡率なんですけれどもどちらも差がなかったということが分かって大きな手術、患者さんのため、患者さんのためって思って外科医をやってたんですけれども実は患者さんの役に立ってなかった。むしろ いろんな臓器障害とか生活障害が来て、有害だったことが分かったわけです。これを行ったのがバーナード・フィッシャーというアメリカの先生なんですけれども、インタビューで答えている言葉が、我々は神を信じる、だがそれ以外はすべてデータが必要だ、すべてデータに基づいて治療をしていこうということが提唱されております。放射線に関して話を移しますと、これ1895年あの、下川からの手術から100年ぐらい後になりますけれども、 レントゲンが苦戦を発見しました翌年にはシカゴの医学生が乳がんの局所再発に保線治療を行ったという記録が残っていますこのエミル・グラッペという人は医学生から医者になりその後も放射線治療を続けるんですが本人自身が放射線障害で最後苦しんだという記録も残っていますこの感染に関しては局所コントロールはその場所は良かったんですけども全身の転移で亡くなられたということです しかし、やはりがんを治すことができるかもという期待のもと、非常にニューヨーク・タイムズでも、がんの究極の治療であるというふうに1900年に図られていまして、ピエールとマリーのキュリー夫妻がラジウムを発見し、その後、放射性治療がどんどん,どんどん進んでいきます。しかし、こちらも外科と同じく、どん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 広げていった結果、放射線性障害などが問題となって、やはり限界に当たります。ただ、現在でも一部の症例、 ええ、原曲者症例には非常に有効な治療として残っております。で、最後は抗がん剤になります。私自身が抗がん剤を専門とさせてもらっていますので、ちょっとだけ詳しくお話しますけども。えっ、ー、と。一番最初の概念としましては、ここにありますエールリヒ博士の思い出と書いてあります。えっ、ー、と、これはパウルエールリヒという、あの。ドイツの先生の秘書さんが書いた、まあ、思い出で、昭和18年日本でも。 観光されているんですけれどもその先生が何を言ったか1880年頃なんですが思いついたんだよと病気の症状を緩和するだけの物質当時は熱があるから熱を下げましょう痛いから痛みを抑えましょうだけだったんですねそうじゃなくてその熱を起こしている原因痛みを起こしている原因そのものをやっつけることができるんじゃないか人工的に作り出せるんじゃないかと微生物とその物質の間にある特殊な関係性 まあちょっと言葉は難しいんですけれども、人間の体に影響せず、その原因となる物質だけやっつけることができるんじゃないか、これが後々、抗生剤につながっていって、エウリス先生は抗生剤をたくさん開発されるんですが、正常な体に影響を与えず、がんだけをやっつけるという薬には残念ながら、ここはまだこの時代には到達できなかったということがございます。ただ、正常な体に影響を与えず、がんだけをやっつけると。 とといいいううのののはは今分子的薬薬にその概念は引き継がれているかと思います実際の抗がん剤の歴史をひも解きますと有名なのがこのバーリ港の空襲というものがございましてイタリアのバーリという街今はこんなに綺麗な街なんですが、えー、1943年第二次大戦中にドイツ空軍がこのバーリ港に停泊中のアメリカ軍戦団を空襲しました。 したところこのアメリカの船の中には、えー、乗組員にも知らせず70トのナイトロジェンマススタードといいう毒ガスがままれていましたするとこの爆撃によって毒ガスが漏れて、えー、このアメリカの兵隊さんたちがたくさん亡くなられたと、えー、その数か月後1,000人近くが亡くなられたということなんですが調べてみるとその爆撃は生き延びたもののその後数か月に亡くなられた方っていうのは骨髄から白血球が亡くなってた。 白血球というのは体の免疫を司る部分です。それが全くなくなってなくなっていたということがわかりました。しかし、これが1943年、これがよく出されるんですが、より詳しく見てみると、もっともっと古い歴史がございます。1919年第一次世界大戦中に、えー、っとベルギー ですね、の町イーペルという街に駐屯していたイギリス軍をやはりドイツ軍が空襲してこの時はドイツ軍がこの黄色い十字架についた爆弾を使いましたこれがさっき言ったナイトラジェンマスタードという毒ガスだったんですがその夜だけで2000人の死傷者その後1年で数千人が死亡してでその爆撃機生き延びた兵士の骨髄を見てみるとやっぱり白血球というのは非常に減っていたとこれは1919 19年の論文なんですけれども白血球の数がグラフ化されていて もうほとんどゼロに近いいいぐらい落ちているのがわかりますこのことから、えー、このナイトロジェンマスタードっていうのは白血球を減らしてしまう効果があるもちろんこの毒ガスとしてはすごい恐ろしい効果なんですがそれをなんとか治療に生かせないかというふうに考えた人たちがいました1942年イェール大学先ほどの、えー、バーリコーの空襲より前なんですけどもこの、えー、ベルギーの話を見て ルイス・グッドマン・アルフレッド・ギルマンというアメリカの薬剤師の先生、今でもこの先生たちが書かれた薬理症というのが日本でも売らわれておりますけれども、リンパ肉腫の症例にナ,トナイトロジェンマスタードとかが投与しました。この辺はイエール大学のホームページに詳しく書いてあるんですけれども、もともとこの方は、返答から始まった腫瘍が大きくなって放射線手術の向こうで、 呼吸困難、園下障害、体重減少などなどの症状があったんですけれども、投与5日目に症状の改善を認め、食事ができるようになったと、しかし残念ながらその後、数週間で再発認め、96日目に亡くなられたということですが、記録として残っている中で、おそらく最高の抗がん剤投与の歴史ではないかと思います。今からまだわずか70年ぐらい前の話でございます。その後、シドニー・ファーバーという人が大きくがん化学療法を塗り替えます。 現在もダナ・ファーバー研究所というのがございましてボストンにあるんですがもう世界屈指のがん研究所ですこのファーバー先生が仕事をされる前ちょっと一つ前の話として1930年インドのブンベイの繊維工場非常に劣悪な環境で働いてた工員さん女工さんがバタバタと貧血で倒れたということがありましたそこにイギリスのルイス・ウィリスという先生女医さんなんですけどルーシー・ウィリスという女医さんが もうそれが気になってもうインドまで行って実際に治療をしたんですねそうしたところ葉酸というのを投与したことで正常な貧血造血が取り戻した貧血が治ったつまりは劣悪な環境で葉酸欠乏、まあ、ビタミンの一種なんですけども欠乏で貧血になってたのが葉酸を投与することで良くなったと、まあ、これを見てファーバー先生はじゃあ子どもの白血病白血病というのは骨髄が異常に暴走してしまう臓器な病気なんですけども そこに、ヨウ酸を投与すれば正常になるんじゃないかというふうに投与したんで、それを考えて投与したんですね。しかし、残念ながら、ここにある論文を見ますと、ヨウ酸はむしろ白血病の進行を加速させ、子どもたちの死期を早めたと言われております。逆に、その骨髄にとって栄養になってしまったわけなんですね。アクセルになっってしまった そこでファーバー先生が考えたのは、じゃあ、その尿酸に似てるけども、ちょっと違う、おとりを投与することで、白血病を治せないか、骨髄の暴走を止められないか、栄養と見えて、実は栄養じゃないものを投与したら、白血病を止めれるんじゃないかということで、尿酸気候抗薬というものを、当時2歳のロバート・サンドラーという子供に投与しました。 正常な白血球というのは4000から8000と言われているんですが7万まで増加していた白血球数は減少し、まあ、小血から白血病細胞は消失しました大きくなっていた肝臓脾臓が縮小し食事が取れるようになってもともと双子だったんですけれども2か月ぶりに自分の足で歩き1か月の短い期間だったが双子の弟と再度双子のように見えるようになったというふうなことが言われておりますこれをもって、えー、近代化学療法の父というふうに呼ばれております 他にファーバーがやったことは化、まあ、学療法をやったんですがそのために何が必要かってお金ですがん治療をしていく上でがん研究を進めていく上でお金というのはどうやっても必要ということでこのバラエティークラブというのはショービジネスを担当あのやられている方々の慈善、えー、うう団体ですね他にはジミーファンドという、まあ、ジミーというマスコットというか実際の患者さんの加盟をジミーとして基金を募ったり地元のボストン・レッドソックス と提携して、がん撲滅キャンペーンを行ったりということで、キャンサーリサーチ、がん研究に対するファンド、基金を作るということでも非常に功績を残しました。もう一人、この方はさっきの方ががん治療の父と言われてますが、ザ・フェアリー・ゴト・マザー・オブ・メディカル・リサーチ、メアリー・ウッタード・ラスカーという方なんですけども、フェアリー・ゴト・マザーというのは、皆さんご存知のシンデレラに出てくるビビデ・バビデ・ブーという魔法使いの。 シンデレラの場合は杖を振るとカボチャの馬車とドレスが出てきましたがメアリーさんが杖を振ると何,万何百万ドルという基金お金が全国から集められてがん研究に向けられたという方です、えー、1945年休眠状態にあったアメリカンキャンサー・ソサイティアメリカがん学会の理事を追い出し全く役に立っていないとこいつらは追い出して自分が自ら理事につき自分の仲間で理事を固めがん撲滅キャンペーンを開始しました 彼女は言ったのは練り歯磨きに年間400万ドルかけて広告する価値があるのならアメリカをはじめとする世界中の国の人々に麻痺や障害をもたらす病気の研究には何億ドルもの価値がある医者たちには多額の資金を管理するなどできないのです彼らはとってもちっぽけなビジネスマンでありとってもちっぽけな専門家なのですこの記憶記憶があったからだと思うんですけれどもで実際彼女は実業家でありまた彼女の夫がものすごい実業家で いろんな手を使って基金を集めてがん研究を進めていきました研究室や病院でがんと戦い続けるためにはまず議会で戦わなければならないということを言っていますこれは1969年今から50年前ですかねえっ、ー、とこのラスカーさんががんとの戦いのためワシントンポストニューヨークタイムズに出した広告です Mr. ニクソン you can care,、uh, cure cancer ですねあなたはがんを治せますニクソンさんそのためにお金を出してください それから2年後、ニクソン大統領は国家がん法、ナショナル・キャンサー・アクトで署名しまして、1億ドルの拠出を宣言しました。えっと、最近、トランプさんは、このがん研究のための基金をどんどん削るように動いているようです。今後どうなっていくのか、この僕たちが戦ってきたこの歴史がどういうふうに変わっていくのかというのを注目しないといけないなと思っております。 でこのっ、えー、とは、まあ、今のがん研究に対するあの外からの動きですけどがん研究の中でどういうことが起こっていたかといいますと比較試験ということが行われるようになってきました先ほどの、えー、と拡大手術のこともそうなんですが比較してより良い医療を選んでいくデータをもとに治療を進めていくと,ということで1958年シドニー・ファーバーさんが硫酸拮抗剤を初めて投与してから10年後エミル・フライとエミル・フライライクという非常によく似た名前の先生方が、えー メトドレエキセイトとメールカップトプリント2つの薬剤を投与するのにどういう量でやるのが一番いいのか同じ量じゃなくて量を変えてどっちが有効か副作用が少ないかというのを試験しました無作為比較試験とといいうことをやっていますそしてこの論文の最後に出ているのがこれが患者さんの健康に影響を与えることなく白血病の比較試験を行うことができた証拠エビデンスであるというエビデンスという文字がここで出てきます。 このあと我々はこのエビデンスと証拠というものに基づいて医療を進めていくということになっていくわけです。この後、まあずっと年を経るに従いまして日本国内でも各種抗がん剤が発売され今は150種を超えもっともっと多くなっているかと思います。で、特別すべきは代謝拮抗薬で最初のシドニー・ファーバーさんが投与した薬などの仲間も多いんですが近年は そのさらに前にあの提唱された分子標的治療薬、人間の体に影響を与えず、がん細胞だけを狙い撃ちするような薬というのがどんどん,どんどん増えてきておりますし、えー、ちょっとこれ、字があのちっちゃくて恐縮なんですが、キートルーダーなんていう、これ、アメリカでの薬ですけど、あとプジーボとか、ちょっと最近マスコミを探しています、メ、えーキチェック阻害剤という、がんの最初の基準からやっつけてしまうという。 免疫チェックポイント阻害剤という薬もどんどん増えてきているという状況でございます。過去と違って、現在我々は多くの武器を手にしています。ただ、この過去の時代4500年、やっと我々戦えるようになった。この70年でございます。これから先どうなっていくのか未来を見据えますけども、ここから先は本当にあの。 妄想と言いますか SF じゃないんですけどもどういうふうになっていくかなって僕なりに話すことをちょっと軽く聞いていただけたらいいんですがいろんなキーワードがございます個別化医療 AI、まあ、免疫チェックポイントとか外ビッグデータ再生医療遺伝子治療などなどいろんな面で今医療がものすごい勢いで動いておりますがん医療自動車に関しましても例えばこれ TF 型フォードポルシェ、えー、っとテスラと、ね、いろいろな自動車があるの ななんとなくこれとこれが仲間でこれれがでだけ違うような気がするんですけども実はここに線が入っていてこの2つは人間が運転するこれはコンピューターが運転する AI が運転するそんな時代がもしかしたら来ているのかもしれません推論学習知識をもとに新しい結論を得ること学習いろんな過去の情報からその解説解使の知識を見つけることこれらを人工知能が補ってくれますええー、この辺ちょっと飛ばしますけどもチェス あるいはクイズ番組、囲碁、いろんなところで AI が人間を任しつつあります。で、昨年の乳がんの学会で発表されたのが、この AI が人間と比較してどうだったかと、診断、がん患者さんの診断ということですね。この試験で比較したところ、人間が行った場合です、ね、そのいろんなデータから、 結論を出すまで20分かかったとで症例について熟知した後では12分だったのに対してワトソン・フォー・オンコロジーという AI の場合は、えー、わずか40秒、えー、全然時間が違ったということが、えー、挙げられていますいろんなソース現在2600万件論文があると言われていてがんの論文だけでも20万件あると言われていますそれらをすべて網羅してその患者さんに適切なのを引っ張り出す人間で扱えるデータ量では残念なくなってきていると。 いうことが言えます実際にこれはあの東京大学で医療者がわからなかった白血病を AI が診断してその命を救ったということが一般的なニュースでも、えー、報道されておりましたちょっとあの詳細は割愛させてもらいますけども、えー、と最後のこの患者さんの言葉だけ読ませてもらいますけども。 先生、私は人工知能は未来の SF に出てくるようなものだと思っていました。それが私のところに来てくれたんですねと、この宮野先生にお話したということで、決しても SF の話ではなく、我々の身近にこういった、えー、技術が来ているということが言われています。これから先のがん医療というのはどう変わっていくのかとあの、見ていきたいというふうに思います、えー。ちょうど時間になりましたので、最後に一言。 絶対あのさっきのファーバーさんやラスカーさんやいろんな先輩たち僕ら医者の先輩たちそれに協力してくれた患者さんたち患者の家族の方たちその僕たちが今エビデンスと呼んでいるものはただ一つの論文の中に過去に何百人何千人何万人何十万人の方の命いろんな思いが僕たちは使わせてもらってエビデンスといってそしてこれを今度また未来の患者さんご家族医療者につなげていく義務があると。 思っています Never stop, never go back というの私の最後の言葉にしたいと思いますご清聴ありがとうございました